ねえ、ケンニー様、なんで私たちが戦わなきゃいけないの？世の乱れはやがて我らの地まで及ぶ。皆が安心して暮らすには乱れの根本を正さねばならぬ。それだけじゃねえ。官軍に協力すれば朝廷に認めてもらえる。そんで天下に俺たちの名を知らしめるだろ、親父。これは名誉などいらんよ、策。かかる火の粉を払う。それだけだ。
ねばならんだけどこいつは、おい、敵兵を多く倒した方が勝ちって感じだ。負けた方が軍を出てくる。ここでお前を黙らせるのも悪くない。剣様、決着がついたとはいえ、総大将たるお方がこのような前線にいらしては困ります。しかし孫賢様のお気持ちはとても嬉しく思います。ですが、孫賢様を心配している方もたくさんいるのですよ。そうだな、お前にも皆にもいらぬ心配をかけた。その許してくれ。